世界創造起源は東ローマ帝国で公式に使用された記念法、ビサンティン歴とも呼ばれる。988年に皇帝バシレオス2世により導入され、1453年の帝国滅亡まで使用された。東ローマでは、いわゆる西歴は使用されておらず、当初は古代ローマ時代からの伝統を受け継いで、その年の失政官の名で都市を呼んでいた。 しかし、541年に官職としての執政官が廃止され、名誉称号になってしまうと、15年周期の会計年度であるインディクティオを使用するようになった。ただし、インディクティオは15年周期であるために、単に第3インディクティオなどとすると、どの年のことなのかわからなくなってしまう可能性があった。そこでこの世界創造期限が導入されたのである。実質的には、 ユリウス歴であるが、月名がラテン語からギリシア語に翻訳されており、また一年の開始が9月1日に置かれていた。世界創造起源元,元年は西暦に直すと、紀元前5509年から5508年に当たり、旧約聖書の創世記にある天地創造についての年を逆算して設定された。 東ローマ帝国における1年の開始は462年頃に9月1日に変更され、537年には公式に9月1日が新年の始まりと制定された。しかし10世紀に至るまで東ローマ帝国の歴史家たち、例えば国白者マクシモス、国白者フェオファネス、ゲオルギオス・シュンケロスらは3月25日を新年の始まりとして使い続け、 紀元前5,508年を元年として年を数えていた。また、ローマ帝国が当地中海世界を支配して以来、ラテン語の月名はギリシア語に直して用いられていた。ウルーは元来のユリウス歴と同様順年に3月1日の6日前を2回にすることで設けられた。すなわち2月24日が2回設けられる。東、ローマ人の世界観によれば、ローマは その建国から東ローマ帝国の滅亡まで約2000年続いたことになる。東ローマ帝国の国境であった聖教会ではこの記念法が帝国の滅亡後も長く使用された。ロシアでは西暦1700年まで世界創造起源を使用していた。聖教会のいくつかの少数の教会では現在も使用されている。2021年は 世界創造起源の7529年から7530年に相当する。ありがとうございます。